はい、お疲れ様でございます。のどごち先生ことのぶちです。今回はね、テスト動画になります。テスト動画っていうのは、自分が今HD-PVR2 っていうキャプチャーソフトを使ってるんですけども、それに新しい、VIP で、実況するにはっていうウィキがあるんですけども、そこでね、情報を得まして、新しいね、キャプチャーソフトですね、画面をキャプチャーするソフトが新しく出たので、それを使ってやっていきたいなと思います。今この話してるやつありますよね。 HD-PVR2 では、ちょっと待ってくださいね。もう始めちゃいますね。では、なんですかね、同時、収録ができないんですね。収録っていうのは、ちょっと待って。あ、そっち見えた。同時収録っていうのは、要するに音声と映像ですね。が、一緒に前はね、撮れなかったんですよね。が、なんですかね、今一緒に撮れるように、なったやつになるんですね。で、どれだけ音切れもなく撮れるのかっていうのがありますので、それをね、試してみたいなと思って、やっております。ですね、それを試して、やっていかないといけないなと思っております。普段とね、やっぱ違うので、なかなかね、話せないこともあるかもしれませんが、なんで今回ね、なんか今ピコって言ったな。すいませんね。アサルトライフルを使ってるのかっていうと、なんて言うんだろうな、最近ね、クラン戦をしまして、他の武器も使っていかないとダメだなっていうのはやっぱね、思いましたね。ずっとね、スナイパーの方をね、ノラで使ってたんですけども、やっぱね、他の武器も、やっぱ慣れていかないといけないなと思います。まあね、全然そうですね、サブマシンガンの方が、使えなくて、あ、持っちゃった、サブマシンガン。OK。ですね、やばっ、あ、やばい、うわー、おー、マジでかー、やられちゃいますか。使えなくて、ですね、前、BO2 の感覚で、いきますと、ショットガンをね、ショットガンをね、よく使ってたので、あとスナイパーですね。まあ、若干仕様が変わったとしても対応できてたんですけども、やっぱね、ゴーストになってから全く使ってない、感があって、やっぱ、写真見た。ああ、終わった。ごめんなさいね。ちょっとグダグダになっておりますけど、一発分なので、お許しくださいませ。まあ、没頭したんですけどね。このね、映像を見て、そうですね、音ずれがなく、使えてるようであれば、これをね、機にこのキャプチャーソフトの方をね、あ、無料で手に入りますので、ごめんなさいね、HD-PVR2 を使ってる方、ね、無料で手に入ります。後になって言うっていうのもちょっとあれですけども、もしね、自分と同じく HD-PVR2 をね、使ってる方いらっしゃいましたら、ぜひ使ってみてください。うん、あとね、スカイプでの同時、要するに話してる言葉も相手の言葉も設定次第によっては入れれるので、それではね、ご視聴の方ありがとうございました。のどごし先生ことのぶちでした。お疲れ様でございます。